せり一枚。いや、ここね、逃げ切っ。感染した。感染。感染、実は、初めてかもしれない。初めてではないか。2回目ぐらいかな。やば。感染した。いや、来ましたね。プレイヤー部屋っぽい。もうね、完全に、ステージと、運もあるのかなーと、思います。80人でしょ？まあまあ、一応、2体目が出そうな場所とか、あとは青霧スタート地点を先に、狙っていくっていうのを意識して。あ、ここかー！ちょっと鉄球、鉄球かー、手強い。つうか、始まりは、100人にしといて。あ、オッケーオッケー。いきます。いや、このまずどうしよう。鉄球あたりのボットと、2体目ってどこに出るんだろうな。まず行きます。あー、ちょっと、動きが悪いな。まずこの行列のボット、あー、どうしよう。この辺は、まずやっときますか。目につくとこから。ボットがね、この、あ、鉄球でやられないで。いや、いけるいける。80人でしょ。まだいけるね。あ、ここが、青銀の始まり。なら、ちょっとこの辺先に、いけるいける。まだいける。あ、いけるのかな。ちょっと待って、2体目が出次第ですよね。あと10秒で、どこに出るんだろう。ここだとありがたいんだけど。いけるね。待ってね、2体目、2体目次第。あー、減ってる。え？ちょっと待って、もうこんなに？え？ちょっと待って。2体目ここでまだ止まってたのに。なんで？無理じゃん、もう。2体目が出る前にね、なんか、無理。20人ぐらい今ババッと減ったんですけど。このステージ、あ、こっちか。右側の青霧で20体ぐらい今やられたのかな。いや、やばい、下でボコボコ倒れてる。いや、きつい、このステージ。あれ、私が違うのかな、やり方が。これどうしたら正解だったんだろう。青霧からやるのが正解だったと思い込んで。まあ、でも両サイドから来たら結構厳しいですね。いやー、無理。30人か、全然無理。あとはちょっと追いかけきれないプレイヤーさんが残ったって感じですね。いやー、マジでー、やだー。全然いけると思った、最初の感じ。このステージが無理なのか、私の戦略ミスなのか。20人ぐらい減ったよね。いや、無理すぎる。どうすればいいんだろう。いやー、きつきつかったー。わかんないな、どうすればいいんだろう。はい、ただいま、感染青鬼で一戦プレイをしたところなんですけど、今ね、9月11日です。動画アップはちょっとだいぶ先かもしれないんですが、一応ね、コメントでも教えていただいたんですけど、宝箱もロッカーも使わず青逃げをする、これが1になるんですね。青鬼感染でプレイすると、このカウントが1になるということらしいです。この1周年チャレンジのウイルスをちょっと使って、青鬼感染で人鬼ゲットを狙っていきたいと思います。ちょっと大事にね、使わずに撮っといたんですが。気持ち悪。はい、これでやっていきたいと思います。名前がこのままでしたね。一周年綺麗なままでしたが、チャレンジでもらったウイルスでやりますよ。これはプレイヤー部屋ですね。いや、さっきのなんかマップはトロッコじゃなくて、鉄球もあったし、青霧が両サイドから来てたので、反対サイドの青霧でやられてしまったボットが多分20体いたのかな。2体目出る前になんか20体ぐらい一気に減ったので、ちょっととてもきつかった。ステージちょっとお願いしたい。あー、ここか。牢屋。牢屋ステージ。はい、来ます。ねえ、スタートがさ、あ、オッケーオッケー。100人いないときついですよ。98人スタートとかでもきついですよ。いやー、どうするべき？これはとりあえずは、いやー、この辺かなー。青霧がこの辺かな。もしくは、2体目が出そうなとこ先に。ちょっとこの辺数人は潰しといて、2体目が出そうなとこに行きましょうか。プレイヤー部屋ですからね。青霧最終地までは。まだ行かなくていいと。2体目がこっちだと思うんですよね。だいたい。あと17秒か。いやー、厳しいんですよね。この辺はまだいいかな。上行こうかな。こんな動かしにくい。一マスずれただけで。ちょっと、いや、まあ、いっか。あ、これプレイヤーっぽいね。あー、もう青木来てるのか。やばいやばい。こっちこっち。先にやっとかないと。やば。え？無理じゃん、もう。無理じゃん。え、なんで？なんで？ 2 体目出てそんな数秒で何十人もやられる？青霧かな？全然無理だよ。間違ってるのかな？策略。ここは青霧と2体目出たとこじゃなかったのかな？
や、きつすぎるでしょう。全然無理だよ。あー無理やる気が一気になくなってしまった。こんにちはって、あ、こっちから出てきたのか。まあそういう時もありますよね、確かにね。もう全然無理じゃん、寂しい逃げ回れまくられて青鬼の気分って寂しいですよね追っても追っても逃げていくっていう。これはプレイヤーかな、プレイヤーさんかな。全然無理なんですけど、あと6人どうして。急に減ったよね、人が。2体目出た瞬間ぐらいに。これやっぱりマップある、マップの、ここは鉄球がないので注意は青切りと2体目だけ注意しておけばいいかなと思ったんですけど、これ何、謎闇一気に消滅しましたからね。こっち青切り来てないし、やっぱ牢屋の辺のボットが急にやられたっていう感じかな。いや全然やられないじゃんこれ何のさ、ラグがあるんでしょうか。あ、飛んでるもんね、ぴょんこぴょんこ飛んでるからラグなんでしょうね。いやー、このさ、全然とても80人に追いつかないと分かっていながら残り数人のプレイヤーを追いかける切なさ全く意味のない意味のない感じです。レアスキン持ってたらごめんね。いやマジでー、ほら全然捕まんないもん。あ、レアスキン取ってる、まずいよさ、どうしよう、見逃すどうしようどうしよう、持ってるよねレアスキン。どうしようか、あと一人がちょっと見当たらない。あ、この人か。じゃあちょっと、あ、ロッカーに入られちゃった。あ、レアスキンお持ち帰りかな31人。いや無理でしょう、あの減り方は。日常ですか、いつもこんな感じ。いやちょっと練習が必要だな、攻略が間違ってるのかな。来るね、結構ここ、あ、やられてる、ガスマスク、えっウイルスだった。お、2回目あれ、なんかいっぱいウイルス感染した、今同時に取得したってことかな。おお、感染しました、ゴッドたけし。はい、来ました。これはこれはボット部屋かな。あー、ここか、ここはやりやすいとよく噂に聞いたとこです。どっから攻めるのがいいんだろう、もうわかんないな。だいたい1体目ここの部屋から出ますもんね。まずここに大量にいるからここをやってしまった方がいいのか。いきます。2体目出るまでが勝負ですね。まず青切りのとこに行きたいけど、どうしよう、ここ。まずここやっとく。うじゃうじゃいると倒したくなるね。いや、いいですよ。今の感じはいい感じですよ。あー、うじゃうじゃ来るな。目がチラチラする。どれを狙えば。いや、下手くそだ。これ一マスずれただけでもやっぱやられないっていうのが大きいな。あ、来た。青切り来た。ここでいいんじゃない、いいいいいい。この辺の人たちを一人ずつ、あー、別の部屋行った方がいいかな。あと5秒で出てきちゃう。2体目はどこに出るんだ。まずやってしまいたいけどね、綺麗に。よし、あー待って、ワイプいる、いけるかな、60。お、あ、いける、あ、け、厳しい結構厳しいよ、まだいける。無理じゃん。いやー、ちょっと下手くそだったのかな、2体目に。ちょっと2体目誰、あなたね根こそぎやってるじゃん、やば、失敗した。キラキラ拾いたい、そんな強いの全然やられてる。全然無理だったね。こうボット部屋だとさ、牢屋っていうか門が開かないからちょっと不利だね、このステージ。遠回りしないと、で先回りされたらもう終わりだね。3体目出てないんでこれだよ、クモーニがほとんどやっつけた感じ。でも50人か、開いてない。あ、もう3体目出てるけど。あとどこ？いやー、無理だった。こっちかな。いや、終わっちゃいそう。終わったよ。難しい。難しい。ここチャンスだと思ったけど、やばかった。2体目出てからが。待って、わかんない。わかんないな。80人どうやってやるんだろう。とっても届かない。この感じ。惜しくもなんともないね。はい、いただきました。4回目ですね。連続してチャレンジできてる。はぁ、難しい。どうすればいいのかさっぱりわからない。どうしたらいいんだろう。これもボット部屋っぽいですね。2体目がふわっていいとかだと結構きつい。クモーリでもごっそりやられたので。いやぁ、戦略が全くわからない。ここかぁ。
鉄球勘弁してほしいな。さっきみたいのがなければ2回目が出る前に残り40秒ぐらいで、まず行こうか。鉄球のとこに行きましょうか。すれ違いは一応倒すとして、まずは鉄球あたりか、あとは青霧がどっからかな。こう深追いしない方がいいのかな。つい倒したくなるけどね。鉄球でやられてる。もう早速、いやーちょっとやばい。2体目がこっちから出るとしたらこの辺やっときたいし、わー、うじゃうじゃいるうじゃうじゃいるとやりたくなる。あ、こっちか。そうか、ということはあちら辺のボットを救済というか、このわがこの手で、あー結構来てる。やばいやばい、どうしよう。あー、やられてんのかー。3、2、危ない危ない危ない、やばいやばい、あっち側にもいる。無理じゃん、もうとっくに。あー消化試合ですよ。全然ここやられちゃったね。大喜利でこんなに無理。もうだってもう20人しかいないんだよ。どういうこと。きつくない？これどうやったら達成できるんだろうか。このマップの攻略がちょっとわかりませんのと、あーまあ金髪さんが結構やってる。あと4人。いや一緒のとこ行ってもしょうがないから。あとどこ、あそこに1人と、いや無理無理無理。あと2人どこどこ、ロッカーかな。そんなボットがロッカーに入りっぱなしってある？あるか。全然無理だよ。こんなに青霧全然で、3体目が今出たのかな。いや2体の時点で無理だわ私。無理でーす。全然無理でーす。いやーもう探すのもめんどくさくなる。あと1人。無理だもん。青鬼さんお願いします。もう止まってるしね、上の人も。やる気ないじゃん。ほら金髪さんがほとんどやっつけたよ。あなたやる気ないけど、ここにさ登場してそのまんまじゃない。降ってきてそのままで何してるの。まあ働きたくない気持ちはわかりますよ。あと1人見当たらないからね。えどうする。お役目なかったですね今回。私もあんまり仕事してません。いやー立派なメダルつけてますけど、今回は食べる人がおりませんでしたね。どうしましょうか。マジでむずい。青鬼感染無理ですね。だっていないんだもん一人。暇すぎる、終われない。早く誰か。こんだけ毒来てて、あと2人ってどういう状態なんですかこれ。しかもボット部屋でトロッコでバグるとかないはずだし、え、ロッカーに2人いるのかなここね。え暇なんですけど。めちゃめちゃ暇なんですけど、終われないんですよ。ねえねえ働いて。見つけてよ。終わったよ。はあ消化試合感半端ない。41人39人。無理無理だよ。3倍で900枚か。青銭はじゃあいただきます。いやー厳しい。誰か攻略をご存知の方、どうかよろしくお願いします。はい、ということで青鬼感染4回やりましたが、すべて撃沈で終わりました。あー難しい。ということで今回はこれで失礼したいと思います。よかったら他の動画も見てください。それではまた、バイバーイ。